皆さん、こんにちは。モルノです。本日は、一つ意識するだけで、守、ま、備、あ、が良くなる方法っていうのをご紹介していきたいなと思っています。で、この動画のターゲットとしては、あの まあ、ゴールド2ぐらいまでの方かな。ウィーケンドリークで言うと、ゴールド2。たいスキルレートで言うと同じぐらいだと、1800ぐらいでしたね。あの、最高1800ぐらいだったと思います。で、えっと、まあ、なぜこの動画に至る経緯としては、あの、ディビジョンライバルズ今週、えっと、1500前後のスキルレートのアカウントで、まあ、何試合かしてて、その時に、まあ、いろいろ考えながら試合をしてて、思ったのは、 上手い人とあまりそうでもない人の差ってなんだろうって思った時に圧倒的に守備が違うなと思ったんですよむしろまあ攻撃に関してはそこまで大きな差はないのかなと思いましたあの全然レート1500ぐらいの方でもあの攻撃上手い方いますしまあただねえっと全くエリートとエリート隊の人たちと同じレベルで攻撃できるかって言ったら嘘にはなりますがまあそこにねすぐ行ける人たちは多かったですただその 攻撃がが手い反面、守備が圧倒的に下手だなって思う人も多かったですなので今回まああのエリート隊の人だったら何だろう無意識でもできちゃうことが一つあってそれが全くできてないなと僕は思ったんですよレート1500前後の方々にとってはなので今日はちょっと一つね皆さんに是非ご紹介したいなというポイントが1点。 ありますので1点すごく基礎的なことですあのこれができるからっつってめちゃくちゃ上手くなるわけでもないですあのこれが前提としてできてその上でまた、あ、例えばプロの皆さん方が出してる守備動画だったり他の上手い方々が出してる守備動画に入っているまた、あ、例えば L1 の切り替えだったりタックル細かい部分に入ってくると思いますただこの今日ご紹介する一つのポイント これができてないと、それをいくらうまくやっても、多分、守備は崩壊するなと思います。で、その一つのポイントが、ディフェンスラインをとにかく整えてください。あの、まあ、現実のサッカーでも、皆さん多分ご存知だと思いますが、失点シーンって、結局、なんかディフェンダーがごちゃごちゃしてたり、崩れてるシーンがすごく多いんですよ。FIFA でも同じなんですよ。このディフェンスラインを整えるっていうことが、僕はね、最も大事かなと。 思いますなのでそのディフェンスラインのまあ整え方だったりまあどう意識してディフェンスラインが整うのかっていうのを今日ご紹介していけたらなというふうに考えていますではまずねなぜディフェンスラインを整える必要性があるのかっていうのをお話ししていきたいですこれえっと攻撃の話になるんですけど皆さん実際に攻撃してみて相手になんだろうすごい攻撃しづらいなと思う場面が あるじゃないですかこの試合点入らないなと思う場面ってあるじゃないですかそれって何でかっていうと相手のディフェンスのラインが整ってる状態の時なんですよここの CDM のラインだったりここのねセンターバックのラインここが綺麗に整ってると相手と自分味方味方と相手って基本的にかぶるのでパスコースがなくなるんですよこの選手のパスコース今現状ないじゃないですかそうなった時に 相手っていいうのは一番攻めづらいんですよ。なのでここのディフェンスラインを整えていくことがすごく重要になってくるんですよ実際に今このシーン見てもらってもちょっと一回インク消しますがまあリース・ジェームスがボールを持ってて展開する場所ってこの選手くらいしかいないじゃないですかまあここにパス出せますけどまああんまり攻撃にはつながらないじゃないですかなぜならこのシーンってディフェンスラインが綺麗に整ってるから 例えばここの頭がここにポジショニングを取ってたらこの選手ってこうパス出せますよねでここの選手が空いてるんでなので基本的に、えー、とディフェンスラインを整えていれば大きなピンチにはならないんですよなのでディフェンスラインを整える必要性がありますでえっ、ー、とまあじゃあ整えていく上でどうすればいいのかという話をすると僕は2つねポイントが えっとまあ一つポイントがあってその後2二つ目が補足っていう形であると思いますじゃあえっ、ー、とそのポイントとしてはその選手のポジションから大幅に出さないでくださいもっとよくもっと言えばボールを追わないでください多分それがすごく正しい表現だと思います例えばここのカーティジョンズの場合おそらく守備範囲はこのぐらいだと思いますこれ以上あの まあ、走ったら、他の選手の方が近くなるんですよ。まあ、これちょっとちっちゃかったかな。例えば、ジェームスがこう来た場合、カーティスでこう追うんじゃなくて、ストイ,ストイチコフかわかんないですけど、11番のこの選手が一番近くなるので、こう追ってください。切り替えてください。上手い人だったら、必然的にそういう脳ができるんで、えっ、ー、と、勝手に切り替えるんですよ。ただ、多分、皆さん、多分そこまでね、思考に行くのは難しいと思うので、単純な考え方として、カーティスの ここから出さないでください。選手を追わないでください。そうすることによって失点を防ぐことができます。じゃあ、えっと、なぜそこのポジションから追わない方がいいのかっていう話をすると、まあ、このシーンだったら、今のさっきのシーンだったらそこまで問題にはなりませんが、今、じゃあ、ここ、リース・ジェームズ、ボール持ってますよね。で、えっと、カーティス、自分操作しています。まあ、ここをプレスでいこう。まあ、ここまではね、全然正しいあの守備の仕方だと思うんですけど。 相手もまあもちろん、ね、人間なのでじゃあリース・ジェームス、えー、とプレッシャーかけられてきたじゃあ後ろ行こうっつってここまで来ますよねここスペース空いてるのでってなった時に自分がカーティス・ジョーンズで今ここにいるここにいますここでプレッシャーかけてるのでリース・ジェームス相手にただ、えー、とじゃあ自分も追いかけていこうってなった時にここのポジションがガラ空になるんですよカーティスがここにいるのでまあフェルはおそらく まあここら辺の選手を見てるんですよ。その時にここがガラ空きで、ここに、えー、と1人ストライカーがいるので、まあ、少しね、リース・ジェイムスでちょっとドリブルして、ここに、えー、とパスを出しちゃったら、もう一気に大ピンチですよね。CDM2 枚いたのが、一気にセンターバック4枚。6枚で守備していたのが、一気に4枚、まあもしくは5枚になってくるんですよ。で、えー、とまあこれはね、あくまでも、まあ あの CDM の列での守備の話なのでそこまで大ピンチにはならないですただ理論としては一緒です同じことをセンターバックでやったら確実に点が取れますなのでその選手のポジションから大幅に出さない追いすぎないことがこのゲームで最も重要なことなんですよ上手い人だったらまあリスース・ジェムズ後ろに来たよねっていう話をするともう自動的にねあの ここここにに行ううっていう考え方になるんですよこの選手を切り替えてパパッと取ろうこうなろうってなるんですけどやっぱりねそれがねあのあまり上手くない方だともう無意識でこの選手でここまでずっと行っちゃおうってなっちゃうのでそれをやめることで大幅に失点は減ると思いますよあの本当にねくだらないなと思う失点が減ると思うのでぜひ意識,意識してみてください まあそれで大幅にね、えっと選手で追わないっていうことが意識できてきたら次にパスコースを消すだとかタックルの適切なタイミングっていうのが頭に入ってくると思います。まあこれに関してはね、今日触れないです。おそらく誰だろう、ジェイさんの動画とか見ていただくとすごく分かりやすく解説していただいてるのでまああの今回ちょろっと言うとまあこの選手でこの選手を見るとかまあカーティスでここの選手を見るとか あのパスコースを消しながら、まあ、例えばこの選手がこう来るのであれば、このリース・ジェームスっていうのはこうパスを出したいってなったきに直線上でこういうふうにカットしていく。まあこれは本当にね、あの僕の自身動画ではなくて、もう少し深く J さんだったり、まあとはプロの方々何か動画出してるので、まあこれができるようになったらぜひ見てみてくださいあの。っていう感じですね。で、えっとまあ、この後何をしていくかっていうと、主に、えっと、 まあ実際のゲームプレイを見ながら動画見ながらえっとちょっともう少し解説していきますではこのシーン見ていきますまあショートカウンターみたいな形でえっと入ってるシーンなんですがまあここのシーン見てもらうとえっと相手ディフェンスの枚数揃ってます4枚5枚いるのかなちょっと上のバーで見えないんですけどまあここえっとここで5枚になりますねここで5バックになってその前に まあ、ツーボランチなのか、微妙なんですけど、まあ、枚数は綺麗にラインは揃ってますよね。ただ、この後の動き見ていきます。ここで三丁で、ボールが前に入った時に、相手は姫でネスを、ここセンターバック、本来であればここのポジションの選手、ラインが綺麗に揃ってあれば、ここのポジションの選手ですよね、を出していきます。これが致命的なミスになります、この後。三丁で、えっと、ヒネスを追うことによって、じゃあ次のプレー1個三丁で、 ヒメネス相手出してるんで、もうここにいます。センターバック空いてます。ここのスペース、ラ空きです。高パス出せばもう1点ですよね。自動的にして走ってきますし、まあ、うい人だと、まあ、ここの選手に切り替えて、ここのスペースを埋めていこうという考えになるんですけど、まあ、あの、ゴールド体だったり、レート1500ぐらいの人だったら、なかなかね、そこまでの思考にならないんですよ。なので、まあ、こういう風にね、ちょっと、ペンキします。ますこういう風に決定機になるっていう形ですね。 まあすごくね、ここのね、えっ、ー、と、まあこのパスが入ることによって、すごく小さなポイントなんですよ。ここの相手がヒメネスを前に出して、ポジションから出したわけじゃないですか。ここのポジションが空いたわけじゃないですか。こういうふうに。ここのすごく小さなポイントなんですけど、それが致命的な決定機につながったわけですよ。まあこういうふうにね、決定機につながったわけじゃないですか。じゃあ、えっ、ー、と、 僕がねあの、まあ、序盤にお伝えしててラインをきれいにしていたらっていう話をすると、僕でしたら、まずここの5バックがいるので、この選手のラインっていうのは絶対的に崩したくないんですよ。最終ラインを崩したくないので、じゃあ誰でディフェンスしていくかっていうのは、この2人なんですよ。CTM2 人でディフェンスしていきます。えっ、ー、と、まあ、この時1人で追ったので、このシーンですね。このシーンで、 どう動かしていればよかったかっていうと、この選手、ヒメネスではなくて、ここの CTM が一番近いので、ここでプレッシャーをかけていれば、ヒメネスってセンターバックで、ここにいるはずなんですよ。この選手が勝手に AI で自動的にこうやってタックル入ることは絶対にありえないです。なので、ここにヒメネスがいたら、ここのラインって保ってましたよね。そしたら、 ヒメネスがこう来たことによって空いたスペースこう来たことによって空いたスペースここって本来ならばヒメネスがいた位置でこの選手でタックルいけてたシーンだったので、まあ、ラインを綺麗にしていれば少なくともこのこのシーンではこんなに簡単に点を取られることはなかったですよね本当にねこんな些細なことですがこれが勝負を分けます という感じで1本目見ていきます。行きました。では2本目のシーン見ていきます。まあ若干カウンターかな、また。えー、とただね、バックラインを整っている状態から始まります。一旦流してみてからその後止めます。ま,すね、まあここ、ヨビチに入って、ヨビチがフリーになって、山頂にパスを出して、まあ点が入るっていう形ですね。ま,まあ一見ね、あまりわからないようにあの見えますが、 ここも結局ディフェンスラインを崩したことによって、失点につながってるんですよ。このシーンでサンチョから次にファビーニを着て、この後のシーン、ここで相手はネスタを選択してるんですよね。ネスタでこういう風にプレッシャーをかけようと思います。ただ実際に、ここで、ボールを取れる確率ってほとんどないですよね。ここまで差が空いてるんで、なんだろう、プレッシャーかけてボールを取れる確率はかなり低いと思うんですよ。 例えば、じゃあ、えっと、これが、ヨビッチが、後ろを向いて、こう来るっていうなら別の話になってくるんですけど、ここでヨビッチが選択した、プレイの前から、このネスタにもう焦点を当てちゃってるんですよね。ねで、えっと、まあ、ヨビッチワンツーでクリアした。ここでうまく切り替えれば、まだ、えっとか、あの、まだ立て直せたと思います。ただ、ネスタを、じゃあこの人はここまで、えっと、ずっと操作しちゃおうってなったときに、 二人が今縦方向にかぶっちゃってるじゃないですか。これってディフェンスライン崩れてますよね。ここ、崩れた後のプレーを見ていくと、ネッサってもともと右センターバックの選手、もともとね、本当はヨビッチについていかないといけない選手なんですが、ネッサがさっき前に出てきたことによって、自分はネッサ操作しています。で、本来であれば、ここにいたポジションの選手が、ネッサがここにいることによって、前にいることによって、 右センターバックを埋めに行きます。まあこれはね、センターバックとしてごく自然な、自然な動きだと思います。ただ、自分はネスターを動かしているので、同じ動きを取っちゃうんですよ。同じ右センターバックが2人いる状態なんですよ、今。ここってもうディフェンスライン崩れてますし、ポジションが重複しちゃってるんですよ。なので、まあこの後どうなるか見ていくと、右センターバックが2人いるので、左センターバックがある空きです。こ,ここのスペースがある空きです。 ここをカバーしに行こうとするけどまあ山頂フリーでここまでフリーでねボックスに入ってくれるとまあ少しスピード運をして点に,に絡んでくるっていうことになりますよねまあここでね言えることは間違いなくここでネッサでディフェンスラインを崩さなければまた違った展開になったと思うんですよここの選手たちをこうしてきて相手がより難しく攻撃を強いられることになるんですよ この回数を増やしていけば必然的に失点っていうのは絶対的に減るのでまあぜひね意識してみてくださいまあ本当にディフェンスラインここのラインを常にここ4枚置いとくって思っていただければディフェンスに穴がないので攻撃がほのめめめちゃくちゃしづらくなりますこれを注意してやってみてくださいでは最後まとめていきますまあ一つでやるのはね とにかくディフェンスラインを整えてください。整えて崩さないでください。これをすることによって全然意識が変わります。で、まあ、ディフェンスラインを崩さないということを意識を持ちながら、さらに、まあ、プラス A でそれこそ、まあ、選手の切り替えがうまくなったり、タックルっていうのをどんどん学んでいけば、もう守備は、ね、必然的にうまくなっていくと思います。なので、まず前提としてこのディフェンスラインを整えるっていうことを、まあ、持って とも意識してやってみてくださいっていう感じですね。まあ、あともう一つ言えるのは、守備っていうのはもう経験です。相手の攻撃に対して読みという作業が発生しますので、もうやればやるほど、えっと、うまくなると思います。ただ、考えてください。相手も人間なんで、相手も嫌だなと思う攻撃だったり、嫌だなと思う守備を仕掛けてくるじゃないですか。自分自身にとって最も嫌だなと思われる攻撃が、 つぶしに行くことが大事です。なので、まあ、いろいろ考えながらやってみてください。で、えっと、まあ、ぜひね、あと、これだけだね、絶対的に足りなくなるので、まあ、プロの方々が作ってる動画だったり、うまい方々の、あの、細かいティップスっていうのも、吸収した上で、守備に励んでみてください。で、えっと、質問、コメントなど、分かりにくいところ、もうこういう動画作ったの何故、なぜ初めてだったので、あの、あれば、いつでもお待ちしております。あの、どんどん自分自身もフィードバックもらえれば、 あの、いいなと思っています。まあ、今度こういう動画も見てみたいとかあれば、ぜひ、あの、リクエスト、まあ、全部答えられるわけではないんですけど、あればお待ちしております。という感じで、今日の動画を終えていきます。ぜひね、チャンネル登録、いいねの本、引き続きよろしくお願いします。あと、そうだ、大事なこと言い忘れてた。チャンネル登録4000人ありがとうございます。あの、動画の冒頭で話そうと思ってたんですけど、完全に忘れてました。あの、4000人達成しました。うん、すごく嬉しいです。ただ、 なんだろう、本当にね、実感がわからないんですよね。4000人も見てるっていう、実感が常に湧かない、てはないので。まあ、あの、嬉しいっていうことだけお伝えします。で、あの、質問、コメント、動画に全然関係なくてもお待ちしてますので、ぜひください。今日も見ていただきありがとうございます。動画ちょっと長くなって申し訳ないです。ではまた。